水古伝水古伝108世一覧表、手動通俗水古伝合決108人の一個種は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝の登場人物。なお、は、道の遺体字であり、手動と表記されることも多い。天馬星の生まれ変わりで、序列は、梁山白第十二位の高官。あだ名は、美前行で、その立派な顎げを称えたことに由来する。 これは、三国支援儀の武将、関羽のあだ名と同じであり、身長八尺五寸、顎髭一尺五寸、儀に厚く、金や女に、天丹といったキャラクターの特徴も、関羽を意識したものとなっている。なお、水古殿においては、関羽の子孫という設定の勘匠という人物がいる。元は、条件の騎兵と頭。同役で親友の雷王と、ペアで行動することも多い。 両山泊まり入りの前は、ライオの他、町外、双光などと親しかった。東系村の町外ら一味が再敬へ送られる、精神綱十万貫を強奪する事件が起きると、と頭の主導は、同僚のライオと共に、東系村を管轄する、条件から、町外らの捕獲を命を受け派遣されたが、双光の手引きにより町外らはすでに逃亡していた。その双光が、 目かけのエンバー狩りを殺害した檻には、走行捕獲の命令を受けるが、発見した走行をわざと見逃している。しばらくして、ライオが、踊り子の白州営から、大衆の面前で侮辱されたのに怒り、彼女を殺害する。白州営は、条件の新しい知事の馴染みであったため、ライオの死刑は、免れず、護送を命ぜられた主導はライオを逃して、両山止まり入りを促した。 そのため、主導は、罪人逃亡の攻めを追って、総州へ流刑となった。流刑地の総州の知事に気に入られた主導は、役所で勤務するようになり、また、知事の幼い息子からその長い髭を気に入られてを、風利役としても使えることとなった。ところが、両山泊は、主導の入山を欲しており、すでに仲間となったライを派遣して、主導を説得させるも、 現在の知事への忠義を貫き応じなかった。そんな中、両三泊一の乱暴者、力が小金井を殺害したため、身体極まった主導は、両三泊まり入りを承諾。しかし、力だけは許せず、双方、御用の起点により、力は、ほとぼりが冷めるまで、総州の大富豪、最新の屋敷に滞在することとなり、主導のみ両三泊へ入った。やがて、 最新のところでも力が騒ぎを起こし、高等州で囚われた最新を救うため、両山白軍が出動するが、指導もそれに加わっている。その後も青州、下州、某、三、日頭市、東証伏せめなどにも参戦、両山白騎馬軍の主要メンバーとなっていく。108人の交換勢揃いの際には、第12位となり、騎兵軍8個将権戦法士の2位となる。 かつての相方、雷王と共に、両山泊まり南口の第三関門を守備した。その後、両山泊へ、関岸道館が攻めてきた際もよく守り、朝廷、招きやスワとは、大量征抜でも活躍。放浪征抜においては、敵将の女宝、丹高氏らを打ち取るなど、大活躍を見せる。と東京へ外戦後は、補廷不当統制となる。 悲劇的な最後を迎える交換が多い中、主導はその後も軍港を挙げ、後には流行性に従って、金国軍を打ち破り、太平軍節土使になった。水古殿の原型と言われる大層戦 Y 寺にも、主導はすでに登場している。秋代の水古殿がらみの雑劇においてもしばしば名前が登場する。ありがとうございます。